どうも皆さんこんにちは、庄島良志舞です。今日はですね、めちゃくちゃ珍しい牡蠣をいただきました。ゆずりはさん、三宅海産さん、本当にありがとうございます。香川県ではボタン牡蠣とも呼ばれているのかな、なんかボタン模様ですね、ボタン模様っていうのかな。こっちは多分真牡蠣ですよね。こっちがボタン牡蠣かなと思います。こういう綺麗に2つでハートっぽいものもあります。はい、こちらのボタン牡蠣、驚くべきはですね、そのお値段でネットで見たんですけど10個で6000円から1万円で売られてました。おまけに今売り切れです。で、希少性もすごいし、もう価値がすごい牡蠣で、ゆずり屋さんももう2ヶ月ぐらい貯めてようやくこんだけ取れたって言ってましたね。ものすごい希少です。で、生はちょっと怖いんですけど、せっかくなんで1個生で食べて、あとちょっと蒸して食べてみたいと思います。で、三宅海産さんからもですね、たくさん牡蠣いただいてますので、これもちょっと蒸して食べ比べみたいな感じでやっていきたいと思います。レッツゴー。はい、それじゃあまず板穂牡蠣を洗っていきたいと思います。大まかにまず金だらしでこすります。まあでも僕ちょっと見たことあるような気がするんですよね。だからたまにもしかしたらかかってたのかもしれないです。これは岩牡蠣かもしれないですね。でも岩牡蠣と非常に味は似てるそうです。ちなみにこの牡蠣ですね、東京湾では絶滅したと言われております。寄島でも、絶滅したと思われてたんですが、ここ数年、取れたそうです。で、これ多分マガキなんで取ります。マガキ、なんか気持ちの悪いのもついてますね。なんだろう。で、細かいところは歯ブラシで洗っていきます。シェリーあの頃は夢だった、夢のために生きてきたお前が、シェリーお前の言う通り、金か夢かわからない暮らしさ、転がり続ける俺の生き様を。はい、洗えました。じゃあこの見事なやつを刺身に1個してみたいと思います。はい、そしたらまな板にこれを置いて抜いていきたいと思います。どこにまず貝柱があるんだろうっていう。入らん、全然入らん、全然入らん。これもやっぱ経験が必要ですよね。茎剥いてるのとか見たらもうシャッシャイシャッシャイやりますもんね、すごい人は。全然入らないです。ちょっと全然入らないので千枚同士を入れてみます。これは入らんぞ。あ、入った入った。無理やり手は入りましたね。ただ膨らんでるので貝柱は切り取れないんですよね。とりあえず開いていってみますか。とりあえず全面、回していってみます。かったか、これ無理やな。お、貝柱切れましたね。こっち結構デコボコしてるのにめっちゃ平らです、中身。じゃあオープンします。オープン、パカー。おお、こんな感じです。形状も岩牡蠣に似てるのかな、丸い感じで。じゃあ、これを取り出してみたいと思います。これが多分貝柱ですね。貝柱のとこを切って、で、周りの貝ひもも取って、はい、取れました。1個600円から1000円の板穂牡蠣でございます。で、この板穂牡蠣を入れ物に入れて、そしてここに片栗粉と塩を加えます。で、汚れを取っていきます。で、こんな感じ洗っていきます。そしてちょっと抜いててもらって、この板穂牡蠣の殻を洗います。
もう一つなんで煮沸消毒もいいでしょう。洗います。はい、洗いました。そしたらお皿に大葉で殻を乗せて、そして板穂柿を乗せる。で今回は柚子をたくさんいただいたので柚子を切って、そして柚子を添えれば、じゃじゃん、超希少板穂柿の完成です。板穂柿の刺身の完成です。はい、じゃあ次は蒸し器を用意して水を入れて火にかけます。先に蒸してればよかった。じゃあ蒸し器を置いて板穂柿を並べていきます。間柿っぽいのも、そして三宅海山さんの養殖間柿も入れて、そして蓋をして待ちましょう。まあこれで沸騰して大体15分ぐらい待ちます。10分経過。はい、じゃあ火を止めてオープン。いい香り。間柿の方は開いてますね。板穂柿がね、完全に閉まってるんですよ。できてんのかな。簡単に開きそうですね。あ、でもまだちょっとひっついてるので、もうちょっとやります。はい、じゃあ5分経過しました。開いてはいない。でもお皿の方に上げていきます。開いてるやつもあります。じゃあ黒い皿にちょっと板穂柿かは怪しい感じの板穂柿と、この完全板穂柿と、この岩柿みたいなのと、三宅海山さんの間柿、そして多分天然の間柿ですね、これを置いて、でまあ柚子なんかも置いちゃってですね、柚子なんかも置いちゃって、おしゃれに置いちゃって、はい、板穂柿と間柿の蒸し柿完成でございます。あさり、お刺身、蒸し柿、今日はお水でいきたいと思います。はい、それではいただきます。いや、幻の板穂柿初めてです。どんな味がするんでしょうね。何やらカラカラ変な音が鳴ってます。じゃあ板穂柿のお刺身にポン酢をかけます。で柚子を少量だけ絞ります。そしてこれをいただきます。すごい身です。もしかしたら、数時間後に病院にいるかもしれませんが、いただきたいと思います。いや、これはめちゃくちゃ美味しいですよ。本当にもう食べて噛んだ瞬間、鼻の中で香りが、牡蠣のすっごい香、いい香りが抜けて、味もね、すごい濃厚で、今まで食べた生牡蠣でもトップクラスに美味しいです。じゃあ次はこの板穂の蒸したのを食べてみたいと思います。じゃあちょっと開けてみたいと思います。板側切って、はい、開きました。さっきと似て板穂柿ですね。柚子を加えて、でポン酢をかけます。じゃあこれも食べてみたいと思います。いや、これも美味しいですね。でもね、生柿の方が美味しいかなって感じです。次ちょっとこの養殖間柿の方いただきます。板穂柿と違ってぷっくらしております。ポン酢と柚子をつけていただきます。美味しいですね。やっぱ間柿もどっちが美味しいかって言われたら、もう好みによるかな。僕は間柿の方が好きですね。はい、じゃあ残りは、家族と一緒に食べたいと思います。ごちそうさまでした。はい、僕の顔はちょっと切れてますが、マダラちゃん中心でいきたいと思います。いかがだったでしょうか。板穂柿、すごいね、希少な牡蠣で、ただですね、本当に数も少ないので、
まあ、僕の動画を水産関係の人が見てですね、資源管理というか、まあ、保護というか増えていってくれたら嬉しいなと思い、動画にいたしました。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。お座り、待って待って、はい、それではバイバーイ。